行くぞ、くらえ。こんなはずでは、くらえ。くらえ。これは強敵だ。Hello? This is Wano. This is an amazing place for a trip. Let's go.I think when you travel to Tokyo, you should visit Ueno. Ueno is famous for Ueno Park, cherry blossoms, zoo, Ameyoko, museum, and more. But this place has had many hardships. This place has had three fires in recent history. In the Edo period, this place was one of the most prosperous, but it also had the biggest civil war, the Boshin Wars.The Ueno War was one of them. Bakufu, which were part of the Edo Shogunate vs the new Meiji government. The war was a very fierce battle. So much so that Kan-eiji, which is a super big temple, almost burnt down. After that, the place became Ueno Park and Tokyo National Museum. So even after the bad fire, this place could evolve into a new beautiful park.そしてこの忍ばずの池もな、平安時代はここ全部海だったんだよな。壮大な海だったんですよな。昔東京の下町は全部ほぼほぼ海だったんですよな。そして東京湾の入り江が引いてこの池ができたってことなんですよ。忍ばずの池、忍ばずって感じ、なんか中二でかっこいいよな。そんでね、130年くらい前まではね、この池の周り全部競馬場になったんですよね。まあこの池の周りでレースする感じだったんですけど、まあギャンブルっていうよりでは貴族の社交場って感じでこの競馬場使われてたみたいなんで、まあ赤字経営で潰れちゃったんですけどね。でも美しい池ですよね。こんな美しい景色と、まあ東京ならではのビルが立ち並んでるっていう。まあ、ここの歴史を復習すると、ここは壮大な海だったんですよ。それがまあ池になって、その後競馬場になって、そして2021年現在では僕が春に可愛い子ちゃんを連れてきて桜を一緒に見るところになったんですよね。まあ歴史はすごい深いですね。まあ一番最後の歴史が一番重要ですね。歴史の教科書に載りそうな事実なんで、みんなも覚えた方がいいんだね。 During the Ueno WarMeiji's new government made a final push to Edo Shogunate, and Edo Shogunate escaped to the shrine. Look, you can still see traces of the ammunition that was shot. I know that it was a fierce battle because the soldier escaped from here. It must have been a very epic battle. それはそれは壮絶な戦いだったと思うよな。だって300年続いた江戸幕府と新政府軍の戦いだから、それは激しい戦いになるに決まってるよな。そんでここがね、みんな大好き上野公園の入り口の階段となってるわけですよな。こんな広々とした階段で、そんでね、新政府軍がこの下の階段からオラオラって攻めてきたわけですよ。で、旧幕軍はというと、この階段の上からおわ来るな来るなって攻めていったわけですよ。でも新政府軍の勢いがあまりにもすごいから、旧幕軍はどんどん向こうの方に追い込まれてってやられてっちゃったわけなんですよな。でもよく思うんだけどさ、旧幕軍の最高指揮官がもし俺だったらさ、時代変わってたと思うよ。行くぞ、くらえ。こんなはずではくらえ。くらえ。これは強敵だな。くらえ。北斗、百裂剣。くらえ。俺ならこうやって勝ってたかもな。
そしたらここは東京じゃなくてまだ江戸だったと思うで。よかったな、江戸の黒幕が俺じゃなくてな。Since then, Edo became Tokyo, and Ueno Park came into being. 1923, the Great Kanto Earthquake occurred. Ueno Station was burned to the ground, and many people evacuated to the Ueno Park, and the park saved many people's lives. そうだよな、上野にだって悲しい歴史あるんだよな、人と同じだよな。ああ、戦国の地下道に、あの家や家族を失った少年たち、まあ、子供たちが住んでたんだよな。あの大空襲の焼け野原で何にもなくなった東京、少年たちがここでたくさん、ナパーム弾で全て東京が焼き尽くされたんだけど、その後に家も家族も失った子供たちがこの地下道に住んでたんだよ。ものすごい人数がここで餓死したみたいだよな。だけどしかしね、その子たちがスリとか置き引きとかするから、アメリカの占領軍から排除命令が出て、みんな摘発されちまった。まあ悲しい過去があるってことなんですよな。 Ueno has had many disasters, but if you look at the city, well, you can feel the deep history and prosperity.まあこの松坂屋なんて江戸時代からあるんだね。まあ呉服屋として大昔から栄えてきた歴史があるんだよな。250年ぐらいの歴史だな確か。寛永寺に袈裟とか下ろしてたみたいだよ。まあ当時の寛永寺ってのは、まあ上野公園の敷地全部の面積ぐらいの広さがあったから、まあそれは相当のお得意さんだったんじゃないの。相当当時やっぱマニー稼いでたと思うよ。でも今コロナの昨今で客足がめちゃめちゃ激減してる中、それをなんとか乗り越えて今後1000年後も松坂屋は営業しててほしいですな。 After the Second World War, the place was burning field, but people have to make a living somehow. So black market opened one after anotherThat's why the place has deteriorated when it comes to the security situation. 今じゃもうなくなっちゃったけど、ここ上野の森桜テラスは昔は松竹デパートとか行って、まあ、ヤクザ映画とかポルノ映画とか見る、まあ、あんまり治安のいい場所じゃなかったんだよな当時は。いや、こんなポップな場所だけど、昔はこうやって肩揺らして歩いてる人とか結構多かったらしいよ。ドキュンというかね。そんでここの下にあった薬局なんか、昔は息子さんをフルパワーにしてくれる薬だとか、あとはブルブル気持ちよくさせてくれるあのマシーンとか売ってたし、まあ結構子供じゃ近寄りがたい雰囲気だったみたいなんだよな。だけど今は時は経って、上野はこんなポップですごい、今は今で素晴らしい街だと思うよな。時代は変わるものだし、新しい魅力がついて古いものがなくなる分には全然俺はそれはそれでいいと思うかな。 But Nakacho Street has still deteriorated in the security situation because this street has many brothels.Love hotels, hostess clubs, girls bar and more. It's not good for the sketchy people around here. But of course, this street also has a lot of good regular restaurants and izakaya. この商店街は夜遊び大好きなおじさんたちが好むような商店街なんだよな。やっぱフィリピンパブ、タイ人パブ、ベトナム人パブとかそういうところがあって、まあ、50代、60代の人がバブルの頃からこういうところに通い詰めてたっていうのが。でもそういう人たちが言うには、一本こっちの通りは行くなってよく俺に教えてくれるよね。説得力ありますよ、そういう人、そういう遊び慣れた人に言われるとさ。あったあった、面白いお店があるよ。
自由の女神いるよ。ここはニューヨークっていうソープランドなんだけど、ニューヨークとテイキングバスニューヨークをかけてるわけなんだな。面白いな。腹の底から笑いちげそうだね。ニューヨークでニューヨークって親父ギャグもほどほどにしてくれよな。僕ちゃんにはまだ早いと思う。人妻専門店か。気になるな、本当に人妻なのかどうかな。フィリピンパブ大好きな僕の60代の大先輩がこういうところのお店は絶対来るなって言ってたんだよな。ぼったくられそうで怖いよな。説得力あるよ。